スタートアトマップ MAX、3DS Max で 3DCG を始めよう。こんにちは。このビデオではプレビューアニメーションでビューポート動画を出力する方法について解説します。現在表示されているのはアニメーションを作成しカメラを配置したシーンです。このカメラからの映像を動画として出力していきます。ビューポートでアニメーションを再生する際にシーンが重たくなっていると、 このように処理速度が落ち、カクカクとしたアニメーションになってしまいます。このような場合は、プレビューアニメーションで、ビューポート動画を出力して、正確なアニメーションを確認できるようにします。まず、フレームレートを確認しやすいように、キーボードの7を押して、ビューポートの統計を表示します。統計を表示すると、FPS の他に選択しているオブジェクトや、シーン内のポリゴン数などを確認できます。 こちらに FPS が表示されていますが、本来表示されてほしい 30FPS を大きく下回ってしまっています。ツールのプレビュービューポートをキャプチャーからプレビューアニメーションを作成をするか、シフトキーと V キーを押すとプレビューを作成のダイアログボックスが出てきます。こちらで出力するプレビューの設定をすることができます。解像度はレンダリング設定から変更できます。レンダリング設定はツールバーか、 F10 キーで起動できます。出力サイズの項目から解像度を変更できます。もう一度プレビューを作成、ダイアログボックスを開きます。プレビューにボーンを表示したくないので、プレビューの表示項目からボーンのチェックを外しておきます。ビジュアルは高品質のままだと計算に時間がかかってしまうので、標準の品質にしておきます。出力の項目からファイルの出力先を決めて作成をします。 すると動画ファイルとして出力されます。これを使って動画編集ソフトで仮編集をしたり共有したりをすることができます。プレビューアニメーションについての説明は以上になります。スタートアートマックス。ご視聴いただきありがとうございました。